速くなった。いやいやいや。八回三六でっかい貫禄なななななおばたのお兄さんでーす。最近ジョイマンさんと営業がめちゃくちゃ一緒になります。さあ本日はですね、こちら八回三六スキー場にてジャイアントスラロームの練習を行いたいと思います。僕のですね YouTube を日頃から見てくださってる方はわかるかと思いますが、この八回三六スキー場、そう、私がマスターズ30歳代の部でですね優勝した会場でございます。まあ、あの伝説のですよ、1分の1優勝のあの日のね、ことがもう鮮明に思い出されますけれども、全日本マスターズ東京都代表としてですね、出させていただきますが、もう残り10日間を切っております。八海山麓スキー場ではですね、土日祝日かな、ポールレッスンというのがありまして、僕は今日午前中だけ参加させていただくんですけれども、まあ、5000円だったかな、お金を払えばですねポールに参加させていただいて、しかもタイムも測れるということなので、今日はまあ普段はセハラスキー場でやってるということなんですけど、まあ違うねスキー場でやっぱりやるっていうのもね一つ練習の仕方なので、八海山麓スキー場にて急斜面でね今日はできるので、練習していきたいと思います。それでは早速いきましょう。最高ですね。最高ですね。新潟ってやっぱ気温が高いから、うん、ぐちゃぐちゃになることあるんだけど、今日はもうバーンがなんか長野県みたいな、長野県のスキー場みたいにねめちゃくちゃ閉まってる。あ、やべ、ごめんね、私は忘れてたわ。ありがとうございます。31番ヒーター、2本目、お願いします。うーた、タイム稼ぐところっていうのはやっぱりスルーからのスタートなんですよ。なるほど。なんであのスルーと次の赤をもうちょっとタイトに入ってくるとか、あーで切ってもいいので、はいはい、まあ、しっかりミスなく滑るところとちょっと攻めるところっていうメリハリと戦略です。ありがとうございます、はい、助かります。イエーイ、嬉しい。3本目、よしよし、いやコーチのね一言一言で、はい、どんどんタイム縮まって、しっかりやっぱり感謝も丁寧丁寧に、あんまりこうスキーを置いていかない、体の真っ下にやっぱりスキーがある、感謝のやつ、わかりました。と、まあ、もっと早くなありがとうございます。4本目、よし、わあ、また速くなった。いや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 。4本目、17秒59。本当にアドバイスです。いやいやいや。5本目。5本目。17秒65、はい、6本目、よし、
お兄さん6本目スタート。17秒54、ジャップ。およし、さあということで練習が終わりました。20秒前にオープニングの映像を撮りました。この20秒前に、はい、皆さんお分かりだと思います。練習をしてオープニングを撮って、20秒後に今このエンディングを撮っております。コーチの方に見ていただいて言われたことと自分の実感両方あるんですけれども、今日でめっちゃ上手くなった。多分感覚としてもすごい上手くなってるんで、これはかなりいいトレーニングになったので、皆さんもねぜひ、これを見てる方ね、八海山麓スキー場来てこのポールレッスン受けるの本当にいいと思います。これスキー場にとっては良くも悪くもなんですけど、八海山麓スキー場めちゃくちゃ穴場で空いてます。今日祝日なんですけど、それでも結構空いててリフト本数いけるんで、かなりねいいですね。で急斜面からあの長い緩斜面、この上から下までだったら1キロ以上あるコースもバーって滑れるんで、すごいおすすめのスキー場なので、皆さんもぜひ来ていただけたらなと思います。あとね、最近本当にこれ冗談抜きで街で親しみを込めて言いますけど、おじさんたちにすごい声かけられるの。 YouTube のスキー見てるよって。だからそれすっげー嬉しくて、でニュースにもやっぱなってくれるんで、これ本当嬉しいことですね。だからぜひぜひスキー場に来ていただいて、で正直、まあ、多くのスキー場がやっぱり経営難とか、このリフトの老朽化だけどもお金がないからこのまま潰してしまおうかみたいなスキー場結構多いんで、まあそういったのをね、やっぱり雪国出身の人間としてはね救いたいし、やっぱり子供たちにね伝承というか継承していきたいんで、皆さんぜひねスキー場に遊びに来ていただいて、スキー場に来てご飯食べるってだけでもすごいいいですからね。スキー場で食べる飯うまいですからね。そういった遊び方もあると思うので、ぜひスキー場に足を運んでみてください。ということで本日の動画は以上となります。ジジジジジベイビーベイビーベイビージジジジ